皆さんこんにちは、りなです。今日の動画は意外とみんな知らないダイエットに大切なことをお話ししていきたいと思います。2024年の今年はね、私が初めて大会に出て減量してみて、今までは自己流で食事管理とか運動とかをやってたんですけど、韓国に行っていろいろ学んだこととかも多くて、その知識もそうやし、自分の実体験もそうやし、いろいろねパワーアップしてる状態で、韓国式のダイエット方法、減量方法っていうのを皆さんに共有できるんですけど、今回も私が実際に体で実体験してすごく体感があったことなんで、皆さんのダイエットの役に少しでも立てばいいなと思って話させてもらいます。で、これから私が話すこともそうなんですけど、基本的には韓国で学んだことをお話しするので、韓国人みたいにメリハリのあるボディラインをゲットしたい人、まあ、私のメリハリのあるボディラインっていうのは筋肉がしっかりついててボンキュッポンの体型なんですけど、まあ、または私のようにボンキュッポンしっかり、くびれもあってお尻もあって綺麗なこういうねラインを作りたいっていう方はぜひ参考にしてください。で、今日のタイトルに出てる通り、意外とみんな知らないダイエットに大事なことは、これ別に調べてないから知らんけど、日本でダイエットの心拍数が大事ですとかって言ってる方あんまり見かけないなと思って、脂肪燃焼、痩せるためには心拍数が関係しています。これみんな知らんかったやろ。だから今日の動画絶対最後まで見ていってください。で、その私は今までその心拍数とかっていうのは気にせずに有酸素運動をしたりしてたんですけど、その実際に大会出るにあたってさ、体重とかよりも体脂肪をしっかり落としていくことっていうのが重要になっていくわけで、ダイエットするにもそうなんですけど、体重を減らすためにはご飯の量を減らして体重を減らすんじゃなくて、体脂肪をしっかり減らしていくことが大事になってきます。なので体重を減らすイコール体脂肪を減らすっていうことになるんですけど、体脂肪を減らすためには心拍数を上げて運動すること。で、ともかく痩せるためにはその運動強度っていうのが必要なんですよね。だから韓国ではよく運動強度を上げるのが大事って言われるし、心拍数を気にして運動するっていうことが大事ってよく言われてます。で、そのなんで心拍数が大事なんかっていうと、まず運動中は体の中に蓄えられてるグリコーゲン、糖質ですね、糖質から燃焼され始めます。その炭水化物、今みんな好きに食べてたとしようや。ほんならその炭水化物が今体にすんごい貯蓄されてる状態でブク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 太っていったり体重が増えていったりするわけなんですけど、だから太る原因っていうのは、みんな好き勝手炭水化物を食べてそのままにしとくから、どん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 脂肪として蓄積されていって、それが見た目であったり体重であったりっていうのに出てくるわけなんですよ。だからまずその運動をしましょう。運動をして体の中に蓄えられたグリコーゲン、糖質っていうのをエネルギー源としてしっかり使っていく必要があります。で、その運動前には和菓子がいいですとかってよく言われてるんですけど、私は絶対に和菓子はおすすめしてません。なんでかって言ったら、あの和菓子っていうのは砂糖の塊なんですよ。砂糖の塊を食べてるわけであって、そしてなんで疲れた時に甘いものが食べたくなったりチョコレートがいいとかって言われるかと言いますと、甘いもの、みんなが好きなさ、デザート、シュークリームとかさ、砂糖っていうのは一番エネルギー源にすぐ変換されやすい、でも脂肪を蓄えやすいんですよ。やからお菓子がダメとかジュースがダメとかって言われる理由の一つなんですけど、和菓子もそれと一緒です、私からしたら。正直言って、だからそのトレーニング前に和菓子食べるっていう意味が私にはちょっとよくわからないんですけど、私は反対派。うん、トレーニング前の和菓子はただの砂糖やから。そう、まあまあその話は置いといて、運動をしているとその体内のグリコーゲン、糖質っていうのが使われていって、その貯蓄されてるグリコーゲン、糖質ですね、それがなくなってくると、その次にやっと脂肪がエネルギー源になっていくんですよ。まずはその今あまりに余った糖質、グリコーゲンっていうのを燃焼していく必要があるんですよ。だから一時的に落ちた体重は水分量っていつも言うんですよ。その体の中に今貯蓄されてるグリコーゲン、糖質っていうのをまずはしっかりと燃焼してから、その次に脂肪がエネルギー源になってくるので、その次にやっと脂肪が燃焼されやすくなって
体脂肪がだんだん落ちてくるっていうわけなんですよね。だからまずステップ1としては、今体にあまりに余ったグリコーゲン、糖質っていうのをまずは燃焼させていってあげる。でその次にステップ2、そこでやっと脂肪が燃焼され始めて痩せやすい体作りができるっていうわけなんですよ。こういう段階です、まずはね。でそのダイエットに必要な心拍数なんですけど、まあ人によってその心拍数っていうのは違うんですけど、だいたい120前後やと思ってください。なので筋トレ中も有酸素してる時も心拍数を120ぐらいをずっと維持できるように筋トレ有酸素運動してもらってたら、しっかりとね燃えやすい体作りができるっていうわけです。今はねこういうアップルウォッチとかもあるので、このアップルウォッチで運動中のねやつつけながら心拍数どのぐらいなんかなっていうのを確認しながら運動してみてください。で適度な心拍数を維持することで脂肪がエネルギー源になって脂肪が燃焼されやすくなる。で適度な心拍数は長時間の運動が続けやすい。で心肺機能が向上することによって健康状態もね改善していきます。なので筋トレも有酸素もある程度心拍数を上げながら維持しながらやることが大事になってきます。で私は減量中ずっと1週間に6回筋トレと有酸素運動を入れてました。もちろんね心拍数はいつも120ぐらい維持しながらやってて、でしっかりね体脂肪が落ちた体作りができました。でもまあみんなライフスタイルがあると思うから、せめて週3、1時間でも有酸素運動か筋トレを心拍数120維持して入れてみてください。あと筋トレ後に有酸素運動を入れると、筋トレでねしっかり体を動かしてる状態から有酸素運動に移るので、より脂肪が燃焼されやすいタイミングなんですよ。なので筋トレ1時間した後に有酸素運動30分から1時間入れてもらうと、さらに体脂肪が燃焼されやすい体作りっていうのができるようになります。筋トレ30分から1時間してから有酸素30分から1時間やったら、このセットやったらさもうフルセットやん。いちいち分けてやることがないから、このフルセット1回みんなやってみてください。絶対痩せるから。でさらに効率よく体脂肪を燃焼して体重を落として、体脂肪もしっかりと落としたいっていう方は、私が毎日減量中から飲んでるこのスリムピットちゃんをぜひ一緒に飲んでみてください。私が7年間ずっとダイエットする中で一番効果を感じた成分を入れて作りました。私がね一から成分とかも全部組み合わせて全部自分でテストして、こういう体感があったとか、お腹周りがすごく減少したとか、足痩せしたとかっていう、もうこの実体験してるからマジでおすすめできる。で世の中に出回ってるサプリっていうのは、やっぱり販売価格を安くするために、別に体には全然良くない成分、体にどうでもいい成分とかを入れて作られてるものが多いんですけど、このスリムピットちゃんは 100% 天然由来の成分を詰め込んで、体によくダイエットの効果をアップできる。このねスリムピットの主成分はガルシニアになってて、このねガルシニアがめっちゃすごいよ。脂肪の合成を抑えてくれて、運動前にスリムピットを摂取するとさらに脂肪が燃焼されやすくなります。すごくない？だから運動前にスリムピット4粒飲むだけでめっちゃ汗流れる。ほんで私がずっと愛用してるアルビスとかカロスティング一緒に飲んでもらうと、もうやばいよ脂肪の燃焼され具合が。食後の運動前に4粒スリムピットを飲んでもらうのもおすすめやし、スリムピットちゃんは食べ過ぎた炭水化物をエネルギーに変換してくれて、脂肪を蓄えにくい体を作ってくれます。で私はねずっと2年前からスリムピットをテストを開発して、ずっと飲んでるので、ほんまに体脂肪が少ない体です。だってこの減量を始めた時の65キロの時も、65キロやけど体脂肪 26% とかやで。体重が40キロ台の人でも体脂肪 26% の人っておるやんか。そういうことなんですよ。だからいかに私が体重重かったとしても引き締まって見える理由っていうのは体脂肪が少ないからです。なので私はずっとこのスリムピットのおかげで体脂肪が少ない体っていうのを維持できてます。やし、いつも言われるのが60キロあったとしても60キロに見えへんっていうコメントがマジで多いです。なんでかって言ったら、このスリムピットのおかげで体脂肪が少ないから。で副原料のカテキンには
普通にコンビニとかで売ってるさ、緑茶とかにも体脂肪を減らすとかって書いてるやんか。コレステロールを抑えてくれる効果があったり、体脂肪を減らす効果があります。で、血糖値のね上昇を防いでくれたり、抗酸化作用があるので、マジカテキンはダイエットにパーフェクトな成分なのよね。コーンシルクと小豆が入ってるんですけど、コーンシルクはトウモロコシのヒゲ茶と同じものなんですけど、その2つはどっちもむくみ解消、便秘改善で食物繊維が多く含まれてます。なのでどちらもダイエットの効果をアップしてくれる自然由来の成分です。ドクダミは日本の三大民間浴と言われるほどの漢方薬で、カリウムとかもね多く含まれてるので、しっかり体内の毒素とか老廃物を排出してくれます。で、あとは便秘解消であったり、ニキビや吹き出物、肌もねすごく綺麗にしてくれます、このスリムフィットちゃん。もうね、みんなのダイエットの効果をしっかりと上げてくれる私の自信作のスリムフィットちゃん、実は今回工場の変更とかホームページのリニューアルとかいろいろ重なって5ヶ月ぶりの再販になります。で、スリムピットに含まれてる成分は自然由来の成分になってるので、ダイエットの効果をしっかり上げてくれて、しっかりとね体で実感できるっていうのがスリムピットのいいところです。ほんまに私は特にスリムピット飲んでて、むくみめっちゃ改善されるし、お腹とかもマジで2キロ痩せましたかってぐらい見た目の変化がすごくあって、今までのレビューもこんな感じでいただいております。飲んだら痩せるサプリはないけど、みんながねダイエット頑張ってるプラスで、こういうねちゃんと体にいい成分のサプリメントを摂取してもらうことで、さらに痩せやすい体作りができるので、皆さんぜひゲットしてみてください。スリムフィットの再販日は9月の26日から販売スタートになります。なので、しっかり体脂肪を減らしてダイエットの効果をアップしたいっていう方はぜひゲットしてみてください。はい、という感じで今日はみんな意外と知らないダイエットに大事なことは心拍数っていうお話をさせていただきました。しっかりと心拍数を上げながら体脂肪を燃焼していって、さらにこのスリムフィットも一緒に飲みながら痩せやすい体作りを作っていきましょう。ということで今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。